はいどうも、くまさんです。今日のニュースはこれ、びっくりなんですよ。あのね、トランプさんがバイデンに残した手紙があるらしいんですよ。えって思うじゃないですか。でなんかね、なんかね、僕知らなかったんだけれども、アメリカの大統領ってですね、あの大統領を辞めるときに、次の大統領に対して、あの大統領机の机の中にですね、手紙を残していくっていうのが伝統らしいんですよ。なんか素敵じゃない ちょっとな、素敵じゃないなんか。え、なんかね、あの、選挙戦の時はですね、このクソじじいと、不正ばっかりやりやがって、おてめえ、それで大統領になって恥ずかしくないのかみたいなですね、もう、えらい言い合い、えらい口喧嘩をしていたお二人なんですけれども、でもね、やっぱり二人ともアメリカ人なわけじゃないですか。やっぱりこう、アメリカをより良い方向に持っていきたいと、まあ、どういう方向がより良いのかっていうの考え方は違うとしても、でも、まあ、より良い方向に持っていきたいっていう気持ちは一緒なんだよね。だからこそ、だからこそ、ね、大統領が辞める時に次の大統領に向けて手紙を残すっていう文化があるんだよね。 なんかすごい素敵でね、トランプさんが一体バイデンにどんな手紙を残すのと、めちゃめちゃ喧嘩しましたからね。このボケボケバイデンみたいな。うん。だからどんな手紙を残したら、これ書いてあるんですよ。だからこれを読んでいこうかなと思うんだけど、これ他にもですね、なんかね、あの、レーガンからあのパパブス、パパブ、パパブスだね。あの、ジョージ・ブッシュ、あのパパブッシュですね。あの、レーガンからパパブッシュに対しての手紙であるとか、であ,のあと、コブッシュ、コブッシュからですね、あの、オバマさんへの手紙であるとか、っていうのがこれね、ちょ,ちょっと乗っけてくれてるんですよ。これ面白いなと思って 読んじゃあ、ちょっと行きますね、これ、面白いから、はい、トランプ氏、バイデン氏に残した手紙の内容を明かすという内容でございます。あの結構感動的よ本当に悪口ななんかかどこにもないからね、うん でトランプ前大統領はこのほど1月の退任前にバイデン大統領に残した手紙の内容を明らかにしたトランプ氏は22日のリサ・ブース氏とのインタビューでトランプ氏に残した手紙について私は彼に幸運を願った手紙は数ページあり心からのメッセージだった彼がうまくやるのを見たいからねと述べたまた彼がうまくやってくれることを望んでいるがそれ,をそれにはあのキーストーンパイプラインあのカナダの石油とアメリカ・メキシコ湾岸の製油所を結ぶパイプラインの閉鎖は含まれていないでこれね,あのね バイデンが、ね、閉鎖しちゃったんだよね,でねこのパイプラインを閉鎖してしまったせいでここで雇用するはずだった方々の,方の仕事がなくなっちゃってこれねかなり揉めたらしいんですよね。うん でえ、ちなみにこのパイプラインは鉄道で原油を運ぶよりもえ環境に優しい。そりゃそうだよね。鉄道よりもね、パイプラインの方が環境に優しいのは間違いないよね。しかし、バイデンの友人でありえ、支持者でもあるウォーレン・バフェットは鉄道を持っている。誰もこのことを話さないと付け加えたと。要するに、あの、ね、ウォーレン・バフェットのですね、あの、鉄道をですね、潤すためにですね、えバイデンはですね、このパイプラインというのをですね、閉じてしまったというですね、えへへう、どこが綺麗な話なのとか思うんだけど、まあ、これはあの、実際にね、あの、今、トランプさんが言っているだけの話であって、で 手紙にははここういうことは書いいいいと書てないみたいだね、うんでえー、バイデン氏は1月のインタビューでは、えー、手紙の内容に言及しなかったが非常に寛大だと述べたと、うんえー、近年退任する大統領は新任の大統領に宛てた手紙を、えー、大統領の執務机、えー、レゾリュートデスクに残すことが伝統となっている素敵な伝統だよね、うん、で、えー、この執務机は19世紀にビクトリア王朝、えー、女王から、えー、アメリカに贈られたものだとだからもう100年200年くらい使ってる机なんだねあれねあの有名な机ね すごいな。で、伝統の始まりは、ロナド・レーガン大統領が、彼の後を継いだ、ジョージ・ H.W. ブッシュ、パパ・ブッシュですね、大統領に手紙を残したことだった。ここからの伝統になったみたいだね。で、オバマ氏がトランプ氏に残した手紙の一部にはこう書かれていたと。うん、オバマさんからトランプさんね、うん、このオフィスはユニークで、成功のための明確な青写真がなく、私からのアドバイスが役立つかどうかは分からないと。で、この世界でアメリカのリーダーシップは本当に不可欠だ。行動と模範を通じて、えー、冷戦終結以来、 着実に拡大してきた国際秩序を維持することが我々にかかっていると、我々アメリカの大統領にかかっているんだ。といういやオバマおオバマお悪くないぞ。このメッセージお前悪くないぞ。うん。内容がちょっと色々問題あるかもしれんけど、いやこのメッセージ自体お前悪くないぞ。オバマ君。 いや、いいね。うん、で、えー、そしてその前、えー、ジョージ・ W ・ブッシュ、コブッシュですね。コブッシュが、えー、オーバ・マ氏に残した手紙にはこう書かれていたと。うん。あなたが今感じている責任の重さを経験できた人はほとんどいない。この瞬間の興奮と直面する課題を知る人もほとんどいない。試練の時が来るだろう。批評家たちは激怒するだろう。あなたの友人はあなたを失望させるだろう。うん。しかしあなたには、慰めをくれる全能の神があり、あなたを愛する家族があり、応援してくれる国民があり、私もその一人だ。えー、何が起ころうともあなたが ま率いる人々の品性と思いやりがあなたを励ましてくれるんだって言うんですが、いいじゃないか。 とてもいいよあ。なんかね、あの、僕ちょっと思い出したんだけど、昔ね、熊さんね、ヨーロッパ系の方々と仕事をしていた時期があったんですよ。でね、熊さんびっくりしたのでね、あの、彼らってね、もうね、あの、仕事の時はですね、もうあの、殺し合いをするんじゃないかっていうくらいですね、自分の意見のようね、ガンガン述べるんですよ。意見をぶつけ合うの。主張し合うの。もうね、もう二度こ仲直りは不可能なんじゃないですかっていうぐらいね、もう日本人からするとね、どん引きするくらいの、こう、喧嘩のような形で仕事を進めていたんですよ。でもね、その夜だよ。同じ日の夜だよ。同じ日の夜に、普通に酒 だからですねこれね仕事は仕事でねプライベートはプライベートというか何かね日本人では計り知れないあの感情とかですね場面の区分けの方法を彼らは持ってるんだよねおそらくね。でこれだってそうじゃんぶっちゃけの大統領選ってさもう相手を罵り合ってさ大喧嘩してさもうなんか死ねえくらいの勢いでさあの選挙戦に戦うじゃんでもねいざね勝負がついて勝負がノーサイドではないけど勝負がついて大統領自分は大統領から自分は身を引くとそして次の大統領がここにやって。 てくだっていや、ね、いや,いやちょっとね俺ねいいなぁと思ってしまったよあの歴史はさ日本の方が圧倒的に古いよ圧倒的に古いし伝統だって日本は負けてない負けてないんだけれどもこのね大統領の引き継ぎこの伝統はですね日本真似しませんかいや本当にいやいいじゃんなんか安倍さんから菅さんへの手紙とかもしあったとしたらさちょっと読んでみたいと思わない 要するに、ね、あのね、アメリカといえば民主党だろうが共和党だろうが、大統領という職種、大統領という職種に関して言うと、もうアドバイスできるのは前人の大統領しかいないんだよね。いや、そらそうだよね。だって世の中に一人しかいないんだから。ね。 だから、あの、共和党だろうと、民主党だろうと、やっぱアメリカのために働くっていうことは変わらないんだから、そして大統領という職をね、経験できる人間なんで、超絶限られているわけだから、だから前任の大統領から後任の大統領に対して、アドバイスという形の引き継ぎがこういう形であるということなんだよね。これは日本でもぜひやっていただきたい。本当に。 だからね、安倍さんから菅さんへの手紙を読んでみたいし、野田さんから安倍さんへとかね、ちょっと、ちょっと面白そう。ちょっと面白そう。あ、あと小泉さんから安倍さんへの手紙とかもね、こんなもん見てみたいよね。ぜひね、ぜひね。うん、でな、一番見たいの一番見たいの何か言おうか、うん。鳩山から菅さんへ。<laughs> これ何これ何、ね、宇宙人の文通みたいなですね、え手紙がですね <laughs> でも、面白そう。鳩山から菅さんへって、これすごい手紙じゃない、うん、こういうの見てみたいしえ、今後予想されるとしてはですね、ね、あのね、バイデンからカマラへ。カマラリ まあ大統領になるかわかんないけど、まあ、バイデンがもうちょっとふわふわバイデンになってきてるから、もうちょっとやばいよね、ちょっとやばいから、もう下手したら来年とか再来年くらいにですね、えー、ねちょっとね、バイデンはちょっと大統領無理ということで、えーですね、あのカマラに、ね、カマラハリスに引き継がれる可能性がある、そうするとですね、あのふわふわバイデン、ふわふわバイデンを言って、カマラにどんな手紙を残すのかと。<laughs> ジェンダーとか、ジェンダーとお前もジェンダーだったねとか、よくわからない、こうおうやめろみたいな手紙を残すような気がするんだよねここれはこれはで楽しみだよね。 わけで,ですねちょっとね、本当、ね、に何も考えずにこの動画撮り始めちゃったんだけれども、なんか感動じゃないトランプさんからバイデンさんへの手紙、その内容はですね本当に素敵な内容でした。なんかバイデンもですね非常に寛大だと言ってるように、です、ねあのね、やっぱり前任の大統領から後任の大統領へ、大統領にアドバイスができるのは大統領だけだから、ね選挙戦でね悪口で言い合っていたとしても、実際に大統領で引き継ぐというふうになったら、ですね本当にねこう心からのアドバイス、綺麗な文章、綺麗な文章。 いやあ、これは感動した。もう、ね、コブッシュからオバマへもそうだし、ね、オバマからトランプに関しての手紙もそうですし、あの、レーガンから、あの、パパブッシュへの手紙もそうでした。これすべてがですね、ちょっと感動的な感じでございました。ので、ちょっと動画に残したいなと思いました。はい。こんな感じにですね、熊さんね、ちょっと、え、こんなの知らんかったというようなネタがあったらですね、またどんどんどん,どん動画にしてきたなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、えー、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。